余った食材でカレーを作りたいと思います。このしなびた小松菜、生姜とニンニク弱火で炒めて玉ねぎ、そして今からカレーっていうよりはね、俺ビリヤニがいいかなと思った。このビリヤニパウダー、ブラックカルダモンとかが入ってるんで、これを使ってみたいと思います。楽しみだ。ここで塩もみした小松菜をちょっと打ち込みます。野沢菜みたいな、野沢菜チャーハンみたいな味になってくれればいいよね。分かってるけど、で半分はさつまいもとのカレー用に残しておいて、これに麦玄米ご飯を入れまして、火ついてるね。ここに、ブラックカルダモンとかがごっそり入ってるビリヤニパウダー、これほんと頭ぶつけちった。ここに頭ぶつけました。あーすごい匂いだ。これを振りかける。一杯で十分だよな。なんかほんと土の匂いって感じで、やべえんじゃねえかって匂いですね。だいぶスパイシーな味になりましたが、和風のネギをバーッと入れて、ほんま醤油もらっていいですか。自家製の醤油がありますので、これを最後醤油で味付けるっていう和風ビリヤニですね。最後青唐を入れて、ちょっとなんかね、ブラックカルダモンの匂いが強すぎて、ちょっと消すって意味でも青唐の匂いで消していきたいと思います。小松菜の和風ビリヤニ完成です。めっちゃうまそう。青唐が効いてて、そう、こう汗かいちゃいます。今からこっちの残った小松菜の方でカレーを作っていきます。まずはスパイスボックスのターメリック、これはね、必ず毎回入っちゃうんで、これほんと小指程度で OK です。ターメリック入れて、グリーンカルダモン、あ、開きづらいね。これもほんの気持ち程度で大丈夫です。それからレッドチリも、今入れちゃうのどうかなと思うけど、3個目のレッドチリ、ビリヤニは入れない。クミン、ジーラパウダー、これは結構大量、野菜なんで大量に入れてもいいでしょう。でここでブラックジーラを少しかな。よし、こっちにつけて、さつまいも足して、水を足して、さらにカレーパウダー、シナモン、これもほんと少量で、そしてなんといっても一番最後とどめを刺してくれるのはこのガラムさんですと。まずは結構入れてもいいかな。これであとは煮ます。今日はテラスで食べてみようと思います。家に残ってた小松菜のビリヤニ
ビリヤニの特徴はあのブラックカルダモンの種みたいなやつがっつり入ってるのと、今回ネギをいっぱい入れて、あと醤油も入れたんで和風ですね。ビリヤニパウダー次回もっと少なくていいな。強い。うん、まい。強いけどうまい。なんか強すぎてなんかあんま噛めなくて飲み込んじゃうね。ネギがやっぱ甘くてうまいな。もっと細かくてもよかった。確かに好きでもあの飯がまずくなるけどさ、ニュージーランドの手頃行為本当ありえねえよな。しかもその動画見てのコメントの書き込みっていうのも結構眺めながら、これ汗出んな。うまい。これうまい。ビリヤニパウダーってあの INA っていうマーケットで買ってきたんだけど、交渉しまくってもマスターがもうこれは自信があるっつって、これうまいわほんま。ちょっと食べただけじゃ分かんない。ずっと食べるともうどんどんハマってっちゃう。でもね、パウダー多すぎた。あれの半分ぐらいでよかったぐらい。もう二口ぐらい食べてごらん。ちょっとね、こんな感じなんだってちょっとずつハマってくるね。食べると慣れるんじゃない？そうだね。最初でももっと減らしていいか、米はもっと多い方が良かったから。うん、すごい。米はそれでいい。いや、そのだったらスパイス減らした方が良かった。ネギはもっと細かく切ってほしい。ネギだってあれでシュートだから。あ、そうか、そうか。でも小松菜いいよ。うん、うん、食べるとそんな辛くないんだよね。あのパウダーに13個ぐらいも配合してあるから結構あの本当は口の中に入ると違和感があるような。トムヤン君とかさ、うん、薬草がそのまま入ってて残ってたりするじゃん、うん、ああいう残ってるようなものも入っちゃってんだよね、この中に。それも一緒に食べちゃってるから強いんだけど、うん、日本の人はちょっとたまに芳香剤食べてんのかなみたいな味がある、うん、でもまあ花粉症にいいんだって。うーん、お父さんだな。ウコンとかシナモンとか抗酸化、いや酸化しないようにする、空気に触れて酸化しないようにする、抗酸化だから。すごいスパイスいいんだって、今流行ってんだよね。流行ってるんだって。あんた商売するとかなんとか言って、それはやめた方がいいよ。いや商売しないよ、うん、自分が好きでやってるだけで。そうだよ、マネだ、マネだね、マネだ。これはでもハマるよ。これはハマる。やっぱ
肉とかってやっぱ刺激が欲しくて肉が欲しいと思うんだよね、食事に。うん、スパイスがもう刺激だから肉いらないよね。野菜はやっぱ優しい味だから物足りないって思う人多いと思うんだよ。スパイスがあれば、全然逆。はあ、しかもこの麦玄米ご飯、普通の米と比べて全然太んないっす。昔は玄米の方が安かったのにね、今玄米の方が高いもんね。麦も高くなってる。麦は安い。麦も高いよ。昔は本当今だから変わったっての全てが。貧乏人のための麦だったのに、だから麦をいっぱい食べてたのに高くなってきたよ。ビリヤニこれ改善の余地あるけどめっちゃうまいっす。チャンネル登録よろしく。これ美味しいぞ。もう味何も整えてないんで、あともう素材の味と、あと小松菜を塩で揉んだ味と、うん、最後塩で整えるぐらいだろうね。もうインドの匂いするわ、ほんとやばい。うん、超うまい。早いな作んの。とにかくさつまいもの甘さが半端ないんで、もう塩で仕上げていきますね。これぐらいの塩で十分かな。ちょっと多いかもしんないけど、まあいいや。